私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐二宮和也、手がクリームパンコンプレックス告白も、リーダー大野さとしとは、相思相愛。二宮、とにかく綺麗、大野、可愛い。嵐の二宮和也、38、が5月22日放送のラジオ番組、ベイストルム、ベイフム、で自身の手やコンプレックスについて語り、ファンを中心に話題を呼んでいる。この日の放送では、毎日のように採血や点滴のルート確保をやっているという看護師のリスナーから、職業病なのか、テレビに映る芸能人の血管を見ると、あの人の血管リーマー、張り刺しやすそうと内容をそっちのけで見てしまいます。ついやってしまう職業病ありますか？というメッセージを紹介。二宮は、血管ね。血管が出る人が好きな女性って多いですよね。好きというかかっこいい、つい見てしまうというか、血管フェチという人までいるじゃないですか、とコメント。そして、ゴツゴツしたのが好きみたいな。一方で、綺麗で細いスッとしてるのが好きみたいな人もいるじゃないですか。そこまである中で僕の手、いつも表現されるのがクリームパンなんです。絶対プラス査定じゃない表現なんですよ笑い。と、自身の手について言及。これに番組スタッフが、クリームパン美味しいし、いいじゃないですか。と、フォローを入れるも、それクリームパンの評価なんですよ。クリームパンとしての評価であって、手の評価としては最低ですよ。と、冷静に応じる二宮。続けて、女子は男子のあるあるが好きなわけじゃないですか。女子ではなかなか体現できないし、パッて見たら男子の手がゴツゴツしてるのがとか、逆三角形がとか、そういうの全部ないですから。奇跡的に取り揃えてないの僕、と自虐。再びスタッフが逆三角形ではないかもしれませんけど、とフォローすると、二宮は逆三角形ではないですよね。円柱だと思います、僕は。若い時はやっぱあったんすよ。と応じる。若い頃はいわゆる最マッチョ体型だったという二宮は、ああいうのがモテるらしいですよ。歳、血管とかもそうだもんな。と、改めて自身の手がコンプレックスだと語った。リーダーの手にはすごい憧れる。リスナーからは、二宮くんのお手手イコールクリームパンは、おたにとっては大ボーナスプラスポイントだよ。円柱の体型だってプラスポイントだよ。クリームパンみたいなお手手は二のちゃんのチャームポイントだよね。めちゃくちゃ可愛いと思うのに、二のちゃんはコンプレックスなんかな。あまりにも愛をしすぎる。逆にそれでモテている事実の方がすごいから死ぬほど自信持って、カッコつけて生きてほしい、といったコメントがネットには寄せられている。これまでもたびたび二宮さんは自身の手がコンプレックスだと語ってきました。2009年5月の、モア、集英社の相談コーナーの中で、二宮は、そういえば、昔、映画の撮影中に、ハンバーグみたいな手だなって蜷川幸雄さんに言われたことがあったな。自分じゃ気づかなかったからさ、そんなに俺の手は丸くて、茶色いかな？って驚いた笑い、と明かしていた。また、大野さとし、41、の手について、手がとにかく綺麗。指も細くて、スラッと長い。僕は指が短くて、手がコンプレックスだから、リーダーの手にはすごい憧れる、とも語っていた。そんな中、指が太いのが、コンプレックス、だという相談者に、そういう手もいいんじゃないですか？それを可愛いと言ってくれたり、面白いって笑ってくれる人を見つけるといいですよね。俺にとっての、リーダーみたいにさ、リーダー、いつも俺の手を可愛いって言ってくれますからね、とアドバイスを送った。嵐はメンバー仲が非常にいい、グループとしてもよく知られています。が自分がコンプレックスだと思っていることもポジティブに受け止めてくれるそんな間柄だったからこそ、グループ仲も良かったのかもしれませんね。そんな嵐が活動休止に入ってからもうすぐ1年半。コロナ災いも落ち着きを見せ、5人揃っての飲み会の頻度も増えてきた可能性もあります。活動再開に向けての話し合いがされているのかも気になるところですよね。
コンプレックスも愛してくれるメンバーやファンの支えもあり、二宮は活躍し続けているのだろう。二宮和也、過去最高視聴率記録、マイファミリーで見せた迫真のやさぐれ演技。二宮の主演ドラマ、マイファミリーの第7話が5月22日に放送され、世帯視聴率 13.2% と過去最高を記録。ドラマは中盤を迎え、これまで以上に注目を集めている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。